Ha! Ha!
ジェネレートメタリックエレメント、ディスチャージ。どうしたんだ？どうすか。引き受けるよ。ありがとうな。それで、ああ。ああ。大丈夫か？問題ない。だけど、そんな、ああエディナ、すまない。Thank you.
ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。思いっきり暴れてやりましょう。お疲れ様。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。これだよな。
行くぞ。よし、報告に行こうぜ。よう。どういたしまして。ありがとうな。よし、これで片付いたな。メディナ。ああ、すまない。大丈夫か。ああ。明らかに俺がアドミニストレーターを倒したという事実。やっぱりどうにかして伝える。なあ、メディナ。例のこと。それは言わなくて。でも。本来ならば学生たちには。ああ。私には。その情報を知る権利がなかった。いや、だから無理に話してもらう必要はないし、私はもっと
対策本部の中。確かに信じてもらうのも何より。メディナはこの前明らかに混乱していた。黙っておくしか。そうか。でも俺は早く帰ろ。お疲れ様メディナ。付き合ってくれてありがとな。キリト。なんだ。なんでもない。なんだよ。そう悪い。え、怒らずに本気で謝るのか。本当に さらに落ち込んだし、予想外にも程が。待て、お前は普段の私。もういつものメディナ。これがいつもだと。お前な、ごめん、だってなんか今日ちょっとメディナらしくなかったから心配だったんだ。私らしいとは。えキリト、お前にと。キリトにメディナ殿。よう、アリス。騎士長より調べてほしい案件があるとのこと。メディナ殿も。そうか、また新しい絡ん。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか。申し訳ありません、アリス様。具合が悪い。そうですか。では後ほど。え、メディナ大丈夫か。様子が変だと思っ。大したことじゃない。頭痛が。アリス、悪い。ちょ、ええ。それはあなたでしょうか。私。メディナ。なんだ。具合が悪いのを引き止めて悪いけどさ、何か言いたいことが。では一つ。一つだけ。ああ、私の質問に答え。なんだ。お前はもし自分の思いと一体どちらを。でも決まってるよ。俺は自分の大切なものを。それはなぜ。俺は自分にとって大切な人が傷つくのは嫌なんだ。お前も大切な人。ああ、だからもう二度と同じことは繰り返したくない。その後悔をしないために。英雄気取りも甚だしいな。聞いていては。なんだよ。みんななんてどうやったって守れるわ。いいだろ、信じようとするのは俺。まったく恥ずかしいくらいお前の。お、最後だけ褒めてくれたな。質問の答えにはなったか。ああ、私も。そっか。そのおせっかい。え、またほら、アリス様。わかった。あ、そうだ。メリナ、頭痛がひどくなってきた。ああ。さよなら。キリト。キリト。な、アリス、どうしたんだよ、いきなり入ってきて。メディナ殿がどこにもいないのです。お前何か聞いて。え、いや何も聞いてないぞ。魔衆の討伐とか稽古に行ったんじゃないのか。荷物も何もかも消えています。それから対策本部に連れてきた冒険者たちも。え、アリスさん、キリト君何か知ってた。いえ、キリトも何も知らないようで。とりあえず大都内を手分けして探しましょう。結局オート内のどこにもいねえとはな。そうですか。アリス大丈夫か。ええ。
ません。もう少し広い範囲を捜索できるよう巡回の近衛兵にも声をかけたわ。不朽の壁がある以上、飛竜も持たない彼女が行ける範囲は西帝国のみだ。つまり西帝国のどこかには冒険者全員を連れて行ったというのは少し気になるね。あの元老院統括代理ハーシリアンという男、その話は何度聞いても奇妙だがな、俺も長く生きてるつ、いわゆるリセットで何度も記憶を消されちまった。つまり彼もまた凍結されていた可能性がある。でも誰も知らないのは不思議。とはいえ今あいつについてこれ以上調べようがない。心配であることに変わりはないけどな。今はメディナ殿を探すしかありませんね。とはいえメディナの嬢ちゃんの捜索にだけ人員を割けるほど対策本部の現状は余裕がねえんだ。魔獣の発生情報はあれからも続いている。だったら魔獣の討伐とカラントの駆除を行いながら。ならば構わねえ。討伐に出た際に何かメディナの嬢ちゃんに。わかった。お見つかるといいね、お兄ちゃん。ああ、みんなで討伐に出た時に探す。メディナ、一体君はど。キリト、私も選ぶよ、一番大切なものを。救世主様、ねえ、どこまで歩けばいいの？私たちの居場所までだ。さあ、序章の開幕といきましょうか。北帝国で失踪事件を追っていく中、メディナは許可を得ずに冒険者の心を書き換えたことを。だがメディナは腐敗した近衛兵たちを批判し、冒険者に治安維持を担わせるべき。その最中現れた元老院統括代理ハーシリアンは俺を滞在人と糾弾し、メディナに真実を問われるも、困惑した彼女の魂が崩壊寸前にまで追い込まれ、その後は旧帝城にて女帝カヨーデンを失った息子アロードの思いを届け、失踪事件を解決。北帝国には穏やかな日々が戻る。しかし王都に帰還して数日が経ったある日、メディナは突如冒険者たちと共に姿を消してしまう。この辺りね、魔獣が出たと情報があったのは。ああ、俺たちで早く片付けて。キリト君、メディナさんの、もしかして何かあったの？メディナと最後に話したの、メディナの様子がいつもと少し違ってて、でも結局メディナが何について悩んでるかも。キリト君はどう思うの？え、メディナさんと冒険、メディナさんがあの人たち NPC と言える人たちに接触して。俺はメディナが冒険者を書き換えてルーリットの村に住む人たちを助けてくれた時、あの時冒険者が加勢してくれなくても、でも冒険者たちに救われた。メディナのやり方は行き過ぎだったと思う。最終負荷実験の時が。そうだ、今のままの戦力だと確実に人海はダークテリトリーの軍。それまでにラースに接触して最終負荷実験を阻止できればいいけど、もしうまくいかなければ戦争が起こる。その時はこの前みたいな事態じゃ済まない。でも今から
人海の人たちに立ち上がってもらうことは。ああ、そして彼ら冒険者は無理強いは良くないけれど、彼らが自分の意志で俺たちや人海人と協力してこの世界を守ってくれるならごめん。そんなことない。私はだからメディナさんや冒険者の人たち大切な友達なんだから、きっと分かり合えるわ。ああ、だといいな。いつも仕事で坊主連れてここに来るが、そんな若い娘さんは。知らん。いろんな人に聞いてみ。うん、この辺りには来ていないのかな。闇の子供は西帝国に伝わる怖いお化けのお話だ。言い伝えの歌があるんだ。僕歌うの苦手だから。ちょっと。闇の子供は話さず笑わず、名前を聞いても答えない。親切なレオリアさんさえ。ある時子供は。結局わからなかったね。ああ、ちょっと気になる話は聞いたけど、とはいえあれはベクタの前。消えた。どうして繋いで帰ってくれる。もちろんいいけど。だってまったく。あの後アスナは西帝国近隣で捜索、そして俺は対策本部で魔獣の情報とメディナの情報。キリト、今戻り。どうだった。いえ、何も情報。そうか。キリト、ちょっといい。シエタ、巡回のこの衛兵からカラントの発見。わかった。あの、なあ、助かるよ。私は討伐が終わればそのまま西の峡谷に。わかった。はっ。はっ。
切り進むだけ。かかってきなさい。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。はっ、ジェネレートエアリアルディスチャージ。はっ、はっ、はっ、全部切る。さあ始めよう。
魔獣の発生情報があったのはこの…ええ、魔獣を討伐した後は彼女のこと心配。ええ、そして私が懸念してメディナ殿を疑っている。元老院統括代理、もしかするとあいつの誘いに乗ったのかもし…はい、最高司祭様の…あの者がどんな存在かは分かりません。最高司祭様が肉体を持って…それは悪いこと。魔獣だ、今話を…ええ、行こう。Thank you.
お疲れ様です。ああ、それじゃあ私は西の教シエタ殿、しばしお待ちください。何？先ほどシエタ殿がおっしゃったこと。最高司祭様のこと。シエタ殿はもしや未だに最高？そうじゃない。最高司祭様が何をしようとこの目で見ていないから、何があったのかは。ただ私は最高司祭様を。それはなぜですか？これはダークテリトリーで咲いていた黒百合を。私にとってこの剣は。確かに人気は皆最高司祭様は。この剣はあなたの魂に刻まれた呪いを形にしたものよ。性質遺伝変動数値の揺らぎが生み出した殺人衝動。切って切って切り続けなさい。その血塗られた道の、あの人らしい残酷で冷たくて、私はその言葉の意味を考えず、それがいいことなのか悪いことなのかはわからん。私はもし最高司祭、なぜ残酷なあの人がどうして望み通りに罪を犯した私を眠らせて。シエタ、アリスちゃん、あなたにはこの金木犀の剣をあげる。ありがとうございます。最高司祭様、なぜこの剣は不朽の存在といわれる世界最古の。不朽の存在、つまり。ええ、あなたが信じる限りね。あなたならば。だがあれは私たちを騎士人形として、あの人に情など。それではシエタ殿は再び。わからない。その時私の魂が。それはきっと私だけじゃなく。確かに彼らの頭の中にはパイエティモジュール。その行動原理は右目の破裂をもってしなければ、通常今彼らをつないでいるのはベルクーリさん率いる聖豪騎士団という統率だが、それに勝る存在が再び現れ。でも今は対策本部の意志と共に。それでは西の教皇シエタ殿。聖豪騎士にもみんないろんな考えがあるんだな。ええ、不思議でしたが、そして彼女の意見もまた間違いではない。一体何のために戦うのか、何が正しく。とはいえ私は人界の民を兵器に変えてし、最高司祭様の復活は。ああ、しかしそう思うのは私の意思。それともアリス。いえ、メディナ殿の情報を探。結局ここでもメディナや冒険者を見た。ええ、ハーシリアンに関しても目撃情報はつかめます。仕方ない、オードに戻。俺たちはあれからカラントと魔獣の討伐を行いながらメディナの捜索を続け、だが結局メディナの足取りはつかめずじまいだった。そうして数日が過ぎ。結局メディナは見つからずじまいか。これだけ探してもいないなんて。活動時間帯が違うのかしら。その可能性も考えて夜にも何度かた。ふん、全くもって迷惑なことだ。そんな言い方ないでしょ。第一、討伐するときに一緒に情報も集めてるんだから、ちょっとぐらい。ちょっとぐらいとはなんだ。そのような意識の緩みを許容するわけにはいかん。エルドリエ、
あなたも果ての山脈での任務帰りに。なんだ、ただのツンデレ。我が師アリス様があの者の不在を気に病んでおられるのでそうしただけであり。ま、手がかりはつかめずってやつか。ハシリアに関しても。閣下、失礼します。エオファナティオ、どうした？先ほど西帝国で魔獣の発生だけではなく。詳しく話してくれ。はい、起きているのは落雷に。それがただの落雷ではないと聞き、一部の地域のみに数えきれないほどの雷が継続的に落ち。雷がずっと落ち続けているってことですか？確かそれはもう天気というか。これまでにもそうい…いや、俺は初めて聞いたな。一部の地域ってのも気になるわよね。そうね、自然災害にしては…雷が落ちてるのは具体的には西帝国の…確かに往来が不可能ってことでしたけど。落雷によって侵入が阻まれているのは西果ての山脈にある峡谷。それって果ての山脈の警護をしている聖豪騎士が。ええ、そうね。そっちで警護に当たっている。シエータ殿です。少し前我らと別れた後すぐに。じゃあシエータ殿は無音と呼ばれる高い実力の持ち主とはいえ、感化するわけにはいかぬ。その不自然な天才にはカラントが関わっている可能性が高い。これまでも魔獣発生の弊害で。となるとカラントを探しつつその雷なあ、西の峡谷に潜入するためにも。メディナのことは気になるけど、そんな事態が起こってるなら今はそちらを優先して動くしかないしな。そうね、雷の情報を追いながら。なあ、それじゃ。待って、私連れて行ってください。お前たちまだ懲りていない今回は絶対にヘマしないし。私たちを信じてくれない。仕方がない。やった、果て柄の好奇と。キリト、我は騎士。わ、あ、わかった。なんだかんだ言って二人には。よし、